国民が頑張ってんですよ。優秀なのは日本人の労働力なんですよ。なのにその賃金がどんどん下がってく。みんな魔法にかかってんだよ。不景気だからしょうがない、お金がないんだから頑張るしかない、仕事があるだけマシだマシだって。じゃあ経営者突き上げればいいのかっていうと、実は経営者もみんな青息吐息で頑張ってる。小金持ちの皆さん、あなたに言ってるんじゃないんです。僕のアジェンダ、消費税やめて富裕税を。これを言うと数千万円ぐらいの収入の人たち、あるいはデイトレーダーでちょっと頑張ってる人たちから、俺だって頑張ってんだからもうこれ以上取らないでくれよってネットでも散々言われるんですよ。違います、騙されないでください。もっと儲けてる人がいるんですよ。独り勝ちしてる人たちが。昔は日本の超富裕層って国のこと思ってたらしいですよ。その証拠に住民税と所得税を合わせて 90% の税率に文句言わずに払ってたらしいです、数十年前は。なんでか、みんなが潤って幸せで笑顔じゃないと割った会社もうまく回らないってことを分かってたからです。だけど今の経済人はどうですか、心の貧困に陥ってますよね。自分だけ良ければいい、自分だけ儲けを確保しよう、もう国家意識とかないですよね。どっちかっていうと世界の超お金持ちたちで仲良くして、なんか俺たちには見えない別の国ができてるっぽいですよ。 1% people、 世界の 99% の富を握ってることはもうはっきりしてますよね。沖縄では私のことをワッター、私たちのことをワッターって言うんです。いい響きだからワッター使わせてください。ワッターピープルが豊かにならなきゃワッター会社もうまく回らないでしょ。でワンが感謝されなければリスペクトも集められない。お金稼いでることでどこか後ろめたい、だから家にセコムとかつけるんでしょ。本当にみんなのために尽くしてる人は自分の身の安全なんか守る必要ないじゃないですか。なぜ政治が物騒にならなきゃいけないの、なんで経済が物騒にならなきゃいけないの、どうして戦争が一番儲かるの。その時代を変えたいんです。ビジョンを持ってイマジンしてください。自分を信じて自覚してください。俺たちはできるって。地球単位で環境を守り平和を作る、もうそういう時代に入りたくて入りたくてしょうがない、そういう人が今地球上に 90% 以上いるっていう現実をもっともっと信じてください。